チャンネル。DYM 人事部の佐野です。カモンです。はい、本日は就活でやる気がなくなってしまった学生様必見、モチベーションの上げ方ということでこのトピックを話していきます。今回は運営からのお願いです。23卒就活生からお便りいただいてまして、ほとんどの企業が二次選考止まりです。お祈りメールの連続で自信をなくしています。いや、志望度の高い企業の最終面接で落ちてしまいました。正直立ち直れなくてやる気もなくなってしまいました、といった連絡がありました。うまくいかずに落ち込んでいる就活生にモチベーションの上げ方を教えてください、ということなんですが、株元さん普段モチベーションこうして上げてますとかあります？ないわいや、私もなくて、前提モチベーション高いのが普通っていうふうに社内では私の上司からも教わってまして、基本まず高い状態であるので維持とか上げ方とかの概念あんまないんですね。私に関してはモチベーションが下がってるとか、あとはモチベーションが上がらないと錯覚している方々って選択肢が見えてないっていう状態だと思ってるんですね。今取り組むべき具体的なアクションが見えてませんだとか、改善点が見えてませんだとか、自分が取り組み方間違ってるのに気づけてませんとか、モチベーションがどんどん上がっていくポイントを本当はあるのに、それに対して見えてないっていう状態だと思うんですね。他にもその学生様に会う企業っていくらでもあるのに、その企業しか見えてないからモチベーションが下がってしまうっていう状態に至ると思うんですね。なので一つはやっぱ情報量ですね。モチベーション上げるとすれば、他にこんな選択肢があるんだとか、あ、これ改善するだけで選考通過率上がるんだっていう改善だったりとか選択肢の情報量がモチベーション上がる秘訣だと思うので、まずは多分情報収集から取り組んでいただくっていうのが一番かなと思います。それこそ年収チャンネルのコメント欄とか見て、はい、めちゃくちゃ気持ち悪いやついっぱいいるのでこのままサボってるとこういう人に自分がなるぞって思うと、はいはい、いいんじゃないですか。日本にはね、人口が1億人以上いて、今自分が学生としては学歴だったりとか偏差値だったりとか上位何パーぐらいなのかっていうのは見てる人によって違うと思うんですけど、大抵の人は自分が思ってるより下にめっちゃいるんですよ。例えば高校とかでちょっと小テストの勉強するのモチベーション落ちたわって言って勉強しなかったら、クラスでビリとかっていう、なんかクラスでっていう枠になるじゃないですか。これが社会に出たら日本の1億2000万人中1億1000万位とかになっちゃうんですよ。深いんですよ、海のように。そこがモチベーション低いわって言って海にこう重りつけて飛び込んだらずっと下がってちゃうんですよ、下に。クラスでビリだったわぐらいみたいな浅い底じゃないんですよ、これから飛び込んでる、今飛び込もうとしてる海は。本当にそこまで落ちるっていうことを想像したら多分ゾッとするはずなんですよ。そこの想像力が足りないのかなと。モチベーション落ちたとか言ってるやつからどんどん沈んでいくっていう残酷なゲームなわけですね。スタート地点でモチベーションなんて落ちてる人は多分、途中でどうせ落ちちゃうんですよ。これからもモチベーションが高くない状態でも泳ぎ続けられるような平泳ぎで自分は生きていくみたいな感じでもいいんで、沈まないペースを自分のペースとして、落ちないことを優先して頑張るっていうのはライフハックじゃないですけど、これから競争していく上ですごい重要なんですよ。落ちてった先っていうのはすごく深いところまで落ちてくんで、そこの覚悟があるんだったら落ちてもいいよって言うと、多分大抵の人そこまでの覚悟ないと思うんで、そこを一回リアルに想像してみると、牛島くんとか読むといいと思うんですよ。僕だって常にそこに沈む恐怖っていうのは、今はさすがにあんまなくなりましたけど、やっぱ20代ずっと持ってたんですよ。ベンチャー今勤めてるけど、この会社ごと潰れて、で自分が万が一転職できなくてってなったら俺どうなっちゃうんだろうみたいな。もともと東邦だったのが、東邦でちょっと成績悪くて早稲田のスポカに入り、早稲田のスポカの中でもベンチャー企業に入りみたいな、どんどんその箔でいったら下がっていくんですよ、うんうん、さらにこっから落ちていったらもうやべえっていう状態の恐怖感と戦いながらハイリスク入ったんだってベンチャーだったんで、危機感みたいなのって僕もずっと持ってたんで、それ学生の時にこれ持ってたら結構もう戦えないよとメンタル的に思いますけどね。これからもっとメンタル大変な戦いが待ってるんで、自分の苦手分野を正当化しちゃってることがあるのかなと思ってまして、例えば面接苦手なのは私コミュ力が低いから面接苦手なんですよね、うまくいかないんですよねみたいな、自分の苦手分野とか克服しなきゃいけない課題みたいなのを
無意識のうちに正当化しちゃってるパターンがあると思うんですけど、これ無意識だからどこが改善点なのかご自身では多分気づけないと思うんですね。なのでより客観的にご判断いただいたりとかするためにも、やっぱり私よく学生様に就活生の方々によくお伝えしているのは、面接終わりとかにフィードバックくださいっていうようにするのどうって言ってます。これは面接に限らずグループディスカッションなり、エントリーシートなり、できるだけフィードバックもらうっていうのを通して自分が気づいてないかった視点を持つで、持ってない視点をどれだけたくさん持ってるのかって、ここが大事だと思いますね。優秀な学生ほど見てる視点の数多かったりとか、客観的な事実でたくさん回答ができたりとかするところっていうのは、こういうところの差だと思うので、無意識的に正当化しちゃってる部分とかがあるんじゃないかなっていうところで、モチベーション上げ改善していただければなと思いますね。ということで以上です、はい、ではありがとうございました。